最近の不振の中で湘南はゴール欠乏症が一つネックとなっています。これは微妙なバウンドだ、微妙なバウンドだ。得点が決まりました。浦和先制、関根のヘディング。前半の8分、この歓喜の輪にキーパーの西川も加わります。まあ、アシストですもんね。あ、そうですね、この2人で取りました。関根がよくでもこれに反応して、まあ、自分で呼び込んだんですよ。なるほど、ランニングで、はい、西川それを見てたわけですね。そうです、はいはい、で村山としてはペナ